出港の時間ですけれども、なかなか動かないですね。向こうが先ほどの南海の和歌山港駅です。はい、これからこの船は徳島港に行くわけなんですけれども、先ほど私に嘘をついてしまいました。最終便じゃなかったですね。最終便のつもりしてました。最終便はこの2時間半後にまたもう1本ありました。これは、最終便の1個前のやつです。最終便でもよかったな。でもまあ、徳島で2時間ぐらいぐらぐらしてましょう。なかなか出港しないな。白いやつ飲んでますか。じゃあ出港したらまた回しましょう。あ、動いた。動きました。久しぶりです。さらば本州、今日生まれて初めての四国上陸を果たします。でもすぐバスに乗っちゃうけど、2時間ぐらい開催して、で本州に戻って名古屋で、名古屋からウィーラン乗って横浜です。あー気持ちいいな。星は見えないな。もっと沖の方に来たら、沖の方に来たら見えるのかな。風が強いな。気持ちいい。まあこのデッキの風を少し頼んでから、楽しんでからさっきのカーペットで横になりたいと思います。結構寝不足してます。1時間半ぐらい眠れたらだいぶ後で楽でしょう。じゃあもう何も言えない。四国方面はここがなんかある
ターセットに戻ります。あと10分ほどで飛行機に着きます。徳島、あ、星結構綺麗だったな。だけどすごく綺麗ってわけだな。というわけで、これ船乗るだけでも2000円なのに、なんだっけ、極楽橋、あそこから2000円で来ちゃいましたね。あ、でもサザンに乗ったから510円余計にかかってますけど、それでも2510円、めちゃくちゃ得ですよね。その帰り途中で降りることはできません。でも楽しかったな。まだ旅は全然これからまだあるんですけど、とりあえず四国入り生まれてはる。四国の近くまでは行ったことあるはずなんですけどね、小さい船で岡山の宇野ってところかな。ほぼついてると湾に入ってきました。湾だね、港に入ってきました。いや、そろそろ戻ろうかな。そういえば、なんであるちょっと大きい船ってなんだよね。なんかテレビがついてるんでしょうね。誰も見てないんだけど、毎回思うんですけど、なんでテレビがついてるのかな。ご乗船お疲れ様でした。まもなく徳島港に入港いたします。降りるところちょっと見たいんだけど、
つだったんだ。いや、そうだった。今、係の人が大急ぎで降りていったんで、多分。あ、何これ。うん、機械だ。人がなんか人力でやるのかと思ったら。おうおうおお。これ下がって、これ上がって。かなり大掛かりです。完了。これ多分送迎バスがあるのかな。下船です。結構渡すんだ、閉まっちゃった。さあ、いよいよ四国入り。